7月24日限定。マクドナルドのハワイアンバーガーズキャンペーンでハワイ気分を満喫しよう。マクドナルドの新キャンペーンハワイアンバーガーズスタート。ガーリックシュリンプバーガーの魅力を徹底解説。7月24日水曜日。今日という日は、ただの一日ではなく、マクドナルドの新しいキャンペーンハワイアンバーガーズが始まる日だ。このキャンペーンは、 多くの人々が待ち望んでいた特別なイベントでありまるでハワイの風を感じるかのような体験ができると話題になっている今回のキャンペーンはハワイの魅力を詰め込んだ特製バーガーがメインでガーリックシュリンプやパイナップルなどの具材がふんだんに使われているこの特別なバーガーを一度味わえばまるでハワイにいるかのような気分になれるというのだ実際に食べてみると そのジューシーな味わいと独特の香りが口いっぱいに広がり、一瞬でその魅力に引き込まれる。今回のキャンペーンの目玉の一つは、ガーリックシュリンプバーガーだ。このバーガーは、プリプリのエビと香ばしいガーリックソースが絶妙にマッチしており、その美味しさはまさに絶品だ。エビのプリッとした食感と、ガーリックの香りが口の中で融合し、一度食べたら忘れられない味になること間違いなしだ。 またパイナップルがアクセントとして使われておりその甘酸っぱさが全体の味を引き締める役割を果たしているまるでハワイのビーチで食べるような感覚を味わえるこのバーガーは夏の暑さを吹き飛ばす爽やかな一品ださらに今回のキャンペーンには特別なプレゼント企画も用意されているキャンペーン期間中にマクドナルドの公式アカウントをフォローし投稿にいいねをすると 抽選で1名にハワイ土産が当たるというものだこのハワイ土産はパイナップルのキーホルダーなどハワイを感じさせるアイテムが含まれており当選者には特別なサプライズが待っているハワイへの憧れを抱く多くの人々にとってこのプレゼントは非常に魅力的でありキャンペーンの盛り上がりをさらに高める要因となっている今回のハワイアンバーガーズキャンペーンはただの食のイベントにとまらず ハワイの文化や雰囲気を日本国内で楽しむことができるユニークな試みだ。特に、ハワイの音楽やダンス、ファッションなど、様々な要素が取り入れられており、まるでハワイ旅行をしているかのような気分を味わうことができる。多くの人々がこのキャンペーンを通じて、ハワイの魅力を再発見し、新たな興味を持つことが期待されている。キャンペーンの初日には、多くの人々がマクドナルドに足を運び、 特製バーガーを楽しんでいた。SNS 上では、ハッシュタグハワイアンバーガーズというハッシュタグがトレンド入りし、たくさんの投稿が寄せられていた。写真や動画を通じて、自分たちの体験をシェアすることで、さらなる盛り上がりを見せている。特に、バーガーを楽しむ姿や、ハワイの風景を背景にした写真が多く投稿されており、その楽しさや美味しさが伝わってくる。 今回のキャンペーンが成功を収めるためには、ただ美味しいバーガーを提供するだけではなく、ハワイの文化や雰囲気をどれだけ再現できるかが鍵となる。そのため、マクドナルドは店舗の装飾やスタッフの衣装にも工夫を凝らし、まるでハワイにいるかのような雰囲気を演出している。例えば、店舗内にはヤシの木やハワイアンフラワーのデコレーションが施され、スタッフもアロハシャツを着用している。 このような細部へのこだわりが、来店者に特別な体験を提供し、キャンペーンの成功につながっているのだ。また、ハワイアンバーガーズのキャンペーン期間中には、特別なイベントも開催される予定だ。例えば、ハワイアンミュージックのライブパフォーマンスや、フラダンスのショーが行われる予定であり、訪れる人々にとってはまさにハワイ旅行気分を味わえる瞬間だ。これらのイベントは、 家族連れや友人同士で楽しむことができるため、多くの人々が足を運ぶことが予想されている。さらに、キャンペーン期間中には、ハワイの食文化をテーマにした特別メニューも登場する予定だ。例えば、ロコモコやポキボールなど、ハワイの伝統的な料理をアレンジしたメニューが提供される予定であり、食の面でもハワイを存分に楽しむことができる。また、 ドリンクメニューにもハワイアンテイストが取り入れられておりトロピカルフルーツを使ったスムージーやカクテルが楽しめるこれらの特別メニューはキャンペーン期間中のみの限定提供となっているため多くの人々がその味を求めて訪れることが予想される今回のハワイアンバーガーズキャンペーンはハワイの魅力を再発見し日常生活にちょっとした非日常感を取り入れることができる絶好の機会だ 多くの人々がこのキャンペーンを通じて新たな発見や感動を得ることが期待されている特にコロナ禍で旅行が制限されている中国内でハワイの雰囲気を楽しめるこのキャンペーンは多くの人々にとって大きな癒しとなるだろう最後に今回のキャンペーンの成功は多くの人々の協力と努力によって成り立っていることを忘れてはならないマクドナルドのスタッフや キャンペーンに関わるすべての人々の熱意と努力が、この特別な体験を実現させているのだ。彼らの努力に感謝しつつ、ぜひ、ハワイアンバーガーズを楽しんでみてほしい。あなたも、この夏の特別な体験を通じて、ハワイの魅力を存分に味わってみてはいかがだろうか。ハワイと聞いて多くの人が思い浮かべるのは、美しいビーチ、青い海、そして暖かい気候かもしれません。 しかし、ハワイの魅力はそれだけではありません。7月24日から始まったマクドナルドのめっちゃハワイアンバーガーズキャンペーンは、その一端を垣間見せてくれます。このキャンペーンは、ハワイのエッセンスを詰め込んだ特別なメニューを提供し、まるでハワイにいるかのような体験を日本中の人々に届けることを目指しています。例えば、ガーリックシュリンプバーガーは、 ハワイの名物料理であるガーリックシュリンプを贅沢に使用し一口食べればその風味豊かな味わいが口いっぱいに広がります私たちが食事を通じて異なる文化に触れることは単なる味覚の楽しみを超えた体験ですそれは新しい視点や価値観を得る機会でもありますこのキャンペーンを通じて多くの人々がハワイの食文化に触れその魅力に惹かれることでしょうしかし ここで一つの疑問が生まれます。果たして私たちは、本当にその文化を理解し、尊重しているのでしょうか。ただ食べるだけでなく、その背後にある歴史や背景を知ることは、より深い体験をもたらすはずです。ハワイの料理が持つ意味や、その成り立ちを知ることで、私たちは一層その味わいを楽しむことができるのだ。このキャンペーンが始まった背景には、 マクドナルドの企業戦略も見え隠れします。日本市場において、期間限定メニューは常に大きな話題となり、多くの顧客を引きつけます。めっちゃハワイアンバーガーズもその例外ではありません。SNS 上では、このキャンペーンに関する投稿が次々とアップされ、注目を集めています。特に、ハワイアンバーガーズのハッシュタグをつけた投稿は、 まるでハワイにいるかのような写真やコメントで溢れていますこのようなマーケティング手法は消費者の関心を引きその商品の魅力を効果的に伝える手段として非常に有効ですまたこのキャンペーンを通じてマクドナルドはブランドイメージの向上も図っていますハワイの明るく楽しいイメージを前面に押し出すことで消費者にポジティブな印象を与えその結果 リピータータを増やすことが期待されますさらにこのようなキャンペーンは企業と消費者の間に新たなつながりを生み出しブランドのファンを増やす役割も果たしますこれは現代のマーケティングにおいて非常に重要な要素となっています最終的にこのキャンペーンが私たちに与えてくれるのは新たな体験と共感の輪ですハワイの風を感じながらおいしいバーガーを楽しむひとときは 日常の忙しさを忘れさせてくれる貴重な時間ですそしてその体験を他の人々と共有することで私たちはさらにその楽しさを広げていくことができるのですだからこそこのめっちゃハワイアンバーガーズキャンペーンを通じて私たちはもっと多くのことを学び楽しみそして共有することができるのです